イワン・パスケービチ時代の宮殿ルミアンツェフ・パスケービチ宮殿とはベラルーシのホメリにある宮殿である。宮殿の敷地はソジカワウガンの急斜面に沿って800メートルほど広がっている。ベラルーシの2万ルーブル紙幣にはルミアンツェフ・パスケービチ宮殿が描かれている。1777年から1796年にかけてロシア帝国の陸軍減衰。 ピョートロルミャンツェフのために2階建ての屋敷が建設され、建築家イワン・スタロフに由来する新古典主義建築が採用された。屋敷は廃墟となっていた城を建て替えたもので、これはルミアンツェフの前に褒めりを領有していたミハウ・フリデリク・チャルトリースキーの居城である。1796年にピョートロルミャンツェフが没した後、屋敷は 息子のニコライによって少しずつ改築されていく。ニコライの兄弟のセルゲイが屋敷を相続するが、セルゲイはホメリの火星に全く興味を持たず、1834年に邸宅を停止に売却した。ホメリの所有者が陸軍元水であるイワン・パスケービチに変わった後、パスケービチによってルミアンツエフ家が所有していた邸宅と公園が大幅に改装される。 改装には建築家のアダニ・ッツコウスキーが携わり、既存の建物に4階建ての塔と3階建てのウィングが追加された。宮殿の正門ロシア革命の後、パスケービチ家の宮殿は国有化されて、博物館となり、イワン・パスケービチの義理の娘のイリーナは、宮殿から大衆的なアパートに移らなければ、ならなかった。ロシア内戦と第二次世界大戦で、 宮殿は大きな被害を被る。1990年代末まで宮殿と周辺の公園は歴史博物館及びピオネール宮殿として使用されていた。宮殿の中央の部分は広く平らなドームを備えた四角形のベルベデーレに覆われている。6列からなるコリント式のポルチコは広いイギリス式庭園に面しておりメインのポルチコは高いプラットフォームに置かれ、 4つのコリント式の円柱に支えられている。宮殿の内装には新古典主義様式が用いられているが、これは1990年代末に実施された修復事業で施されたものである。宮殿内の公園にはニコライル・ミャンツェフの像が置かれている。他にエウリピデス、ビーナス、アテナ、アレス、バッカス、ニーフの像が置かれているが、 これらは2006年に設置された複製品であり、オリジナルの大理石の像は失われている。パスケービチ家の芸術作品のコレクションには、イワン・クラムスコイ、マルチン・ザレスキー、ヤヌア・アルイス・ホドルス・キラの絵画と、アントニオ・カノーバによるルミアンツェフの大理石の共像も含まれている。宮殿の内装。訂正様式が用いられている。また、かつて、ルミアンツェフ・パスケービチ宮殿には、 ベルテル・トルバル戦が制作したユゼフ・ポニャートフスキの騎馬像が置かれていたが、これは1842年に遠征に参加したイワン、パスケービチがワルシャワから戦利品として持ち帰ったもので、ある。20世紀のポーランド・ソビエト戦争において、騎馬像はポーランドによって解体されて、ワルシャワに輸送されるが、1940年代に騎馬像はドイツによって破壊された。現在は、 ワルシャワの大統領官邸の前に、騎馬像の複製が置かれている。他宮殿の敷地内には、パスケービチと彼の家族の墓が建てられている教会、パスケービチ家の政党工場を改装した当期の庭園、数棟の別館、ロット戦争でパスケービチの兵士が露飼した大砲一式がある。公園で最も目立つランドマークは、新古典主義建築の聖ピを取る聖パウロ聖堂である。 1809年に建築家のジョン・クラークに制度の建築が依頼されたが、1824年になってようやく完成した。ありがとうございます。